まあ、使えないですよ、実質。ボッタっていうのは、まあ、改造して LED パレードチャンネル。はい、どうも LED パレードでございます。本日はですね、この、スーツケースですね、革でできて、これ結構可愛いでしょ。ダジャレじゃないですよ。で、これね、ジモティでもらったんですよね。なんでタダかというと、ここ完全にこれ壊れてます。まあ、使えないですよね、実質。ということで、これを修理していこうと思います、使えるようにね。でですね、私も他にキャリーカートね、スーツケースか、スーツケース持ってるんですけど、これちょっと破損したスーツケースがあって、こういうスーツケース捨ててますよね。そういうとこから取ってもいいんですけど、外して、いろんな塗装をするためのスプレーをするための容器として使ってます。で、これについてたんで、あ、これ使えるわ。で、2つ取りました。一応工具はいろいろあるんで、今からやっていきたいんですけど、まあ、ここに、昨日ね、いけるかなと思って、ここにつけるのはどうだろうと思って、ここに直接この角にね、切っていこうかなと。ということで、まずこの切ってみましょう。外してね、やるのが一番なんですけど、ね、外しちゃってね。でもここがね、もうビス止めみたいになってるんですよ。だから外して、あ、いけた、よし。ちょっともう、あ、切れ、あ、切れ、なんで僕がこれ直してるかというと、普通のキャリーケースと違って、やっぱ、まあ革っていうのがいいんですけど、これやっぱね、こう開けた時にこういうことできるんですよ。路上ミュージシャンがこういうことやって、チップここに入れてもらうみたいなね。それでこれ使えんなと思って、もうもらって修理しようと思ったんです。修理できればいいけどね。これ車はね、必要なんですよ。棚が3つあるんで、これはしっかりここに入って、棚の場所を決めると。ブレがなくなった。よし、いい感じだ。次はことで、これをここにつけます。また穴開けなきゃいけない、こうだな、こう。これはスプレーだけだしな。最初からこれで切るよ。OK。こう切るとこれが奥に付けれるんだよな。めっちゃいいやん。しかも痛い。しかもこうね、見た目綺麗。
こで止まってたのがこうなりました。間違ったら、やっぱりこれは短い、ね、短いしはまらないので。登録よろしくね。高評価ボタン押すんだ。そうそう押すそこ押すんだよ。どうしよう、これでがっつりやっちゃってもいいんだけどな、届かないですよね。そこ、これだとこれとね、これ長さが違うんで、これでやってみようかと思うんですけど、やっぱりこっちってやっぱブレれないようにこうやってるからね、このね、これ用にだからワッシャーをつけようかな、ブレないように。マジでこれ誰が見んだよこれね。工夫動画、こういうね、羽がないとダメなんで、こうワッシャーをこう入れて羽代わりにします。そしたらブレないか。お、出てきた。がっつり出てきたな、これ。そしてこれ。ここね、やっと出てきた。そしたらここにはめていく。はい、ついた。ちょっとこっちもやろう。ちょっともう転がしたくてたまんなくなってます。この穴に合わせて作ったのがこれです。すると多分幅調整できると思います。いや長すぎる、どういっか。あ、手巻きで、あ、いや出てきた。 OKOKOK、 もういっか、これでいこう。あのネジが硬くて金の子でも無理でした。なのでここはちょっとグルーガンで周り塞ぎます。怪我してないよね。なんで一回転がしてみますか。はい、あれなんかおかしい。あ、いいか。はい、あれなんかこっち側になるんじゃないですか。あ、そうそうそう、あ、全然 OK、 バッチリ、はい、直りました。高くなったんですね。こう見たら分かります。こっちがこうの感じで、これがこれだから、こうやって置けないっていう、こんな斜めになるっていう。こうしてつけようか、切って、こういうのここにぶち込んで調節。空洞になってたら嫌だな、空洞っぽいな、危な。ということでやはり治ったというよりは、まあ改造して使えるようにはなりました。
治ったとは言わないですね、はい、あとこれに LED をつけたり、宣伝用のねいろんな小細工をつけようと思います。面白いことになりそうですね。もうちょい出ます。ちょっと下ここは補強したいですね。もうちょっとしようか。もうせっかくだから今のうちにやろう。でそのまま、次の動画でこれを補強していきます。ぜひよかったら暇な人を見てください。